あと何駅だ、うん、あと何駅だ、どっかで休憩してえな、はあ、29駅だよね。23456121819202021だからあと8駅、あと8駅、あと8駅。最後どこ？新宿？最後新宿西口。ああ行きます。ハートプレゼントありがとう。大人じゃん。頑張ります。バカプレゼントありがとうございます。次の駅なんだっけ。これこっちと合ってんのかな。なんか品川からこっち行ってショートカットしないといけなかったっけ。これどうすればいいんだろう。品川から次の駅までどうやって行けばいいんだろう。頑張るよ。次は大崎。大崎ね。これまっすぐでいいのかな。これまっすぐで大丈夫かな。東横インの方行けばいいのかな。第一京浜で途中に曲がる感じ。あ、そうなんだ、ありがとうガブリンチョ。頑張ります。ありがとうございます。小遣いもらえばよかったな。レッドブル飲みて。
平さんいらっしゃい。多いな、迷惑になんな。ふう、次も長い、こっからずっと長いっすね。渋谷からは近いけど、そっからずっと長いっす。そこまでずっと長いっす、各駅。曲がるタイミングを教えてね。次はなんだっけ、次なんだっけ。ありがとう、ポカリはリスナーさんからもらったのあるんで。次はパソコン重たいな、古い方だから。新八ツ山橋曲がる。ハートプレゼントありがとう。交差点ね、OK。これもしかしてハルさんより時間かかるかもな。今12時間だよね、経過時間。あと3時間で終わんないと、ハルさんよりもやべえな、これハルさんよりも時間かかっちゃうかもしんない。ハルさんは15時間だっけ、17時間だっけ、どっちだっけ。ハルさん、ハルさんさっき応援しに来てくれたよ。最短ルートがいいっすね。大差はないんだったら分かりやすい方でいい。女性でこれやったのはすごいよ。15時間だか17時間だか忘れちゃった。靴ずれはもうとっくに、豆はもう5、6個潰れてます。もう豆が痛いとかとっくに通り過ぎてる。とりあえずそのやつなんとかに行くわ。あーやばい、もう自分の体重支えらんねえわ。あ、これも熱いな。痩せてからやるべきだった。今ちょうど12時間経ったところっすね、スタートから12時間。そうだね、どっかベンチ座りたいね。10分でいいから。ああ
ハートプレゼントありがとう、フリー。これ怪我するレベルだな。これ怪我するレベルだよ。炎症起こしてると思う。ちょっとストレッチすっか。ダメだ、筋肉がカッチカチだ。いや、シャレにならんね。もう怪我してるレベルだね。これ明日歩けんのかな。筋肉が硬くなるってこういうことだね。明日は雑談だけにします。外歩かない。五反田方面じゃないよね。これどっちなんだろう。これどこ歩くかわかる？これ左で合ってる？ここ。左で合ってる。左しかないよね。ああ、プロのランナーだ。頑張ってるな。いいな、サポーターがいて。いや、3連休でよかったよね。ごめん、漢字が難しくて読めねえわ。景品、ずっとまっすぐ？これを？まっすぐ？まっすぐ？この道？え、どこ？ここまっすぐ？マジで言ってんの？歩道なくね？歩道ないんだけど。歩道ないよ。歩道ないよ。嘘でしょ。八つ橋を左でしょ。八つなんとか山橋だからここ左でしょ。ここ左で合ってるよね。八つなんとかだから左だよね。左行くよ。八つなんとかだから。右？マジか、そういうことか。分かったわ、分かった。あったあった、右に歩道あったわ。あった。変形あったあった。坂道だよ、坂道だ。大丈夫？次の駅行くの？ちゃんとこれ飛ばしたりしない？大丈夫？ナイススリープって言ってもらえた。次の駅蒲田？次の駅どこだっけ？大崎か、大崎行くのか。要は右車線に入ってまっすぐ行くってことね。そういうことでしょ。オッケーオッケー。
要は八ツ山橋っていうのをまっすぐ上に登るんだね。右車線入って。オッケー。寒いね。寒いね。中 T シャツだからね。もう冷えてきた。何やってんだろう。坂道きつい。このたったこの傾斜がめちゃめちゃきつい。たったこの傾斜が超きつい。ああ膝上がんねえっつーの。マジか、坂道かよ。地獄だろ。嫌がらせだこれ。だからもう言ってるけど筋肉痛とかじゃねえんだって。体力とかじゃねえんだって。関節が痛いんだって。関節がぶっ壊れてんだって。そういう問題じゃなくて関節ローキックずっと食らい続けたみたいになってんだよ。関節がおかしくなってんだよ。これ大丈夫か？これたどり着けんのかな？マジでこれ、本当に一つ屋根の下みたいになってきたな。これ、多分関節いかれてるでしょ。多分ね、壊れた。マジで。ああ、ああ、ぐねった。たら絶対ダメなところでぐねった。ああ、マジか。ああ、もう全国飛行機で行こうぜ。もうこんなの嫌なんだけど。これまっすぐでいいの？これまっすぐ行くよ。坂上がったら右手に入ります。ああ頑張れ。気合見せろ。左御殿場山。御殿場山がどこかわかんない。どっち？もうわかんないよ。左？今の左？御殿場山、小学校のところ。左か、もう5メートル戻るのもしんどいんだって。
南郷線ここ御殿場山って31715どっち。いやもうそれどころないんだって痛みで。ああどっちこれ、これどっち、これどっち、こっちで合ってる、行くよ、まっすぐ行くよ、もう。はぁ、この距離歩くのに2分かかるんだって。これね、15時間でクリアしたのおかしい。絶対俺膝ぶっ壊してる。絶対膝ぶっ壊してる。これ、女性のスピードでも負けてるっておかしい、これ。絶対俺膝壊してるよな。これだって、ハルさんのペース間に合わないもん。一番遅いかもしんない。今までの配信者で。頑張るよ、ありがとう。いやマジでストレッチするわ、どっかで。次の駅でやろう。ウォーターっていうか、もう服とか全部間違えてるんだって、多分服装も靴も全部間違えてるからこうなったんだって。いってえマジで超痛え。頑張れ。はい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 、頑張れ頑張れ、歩ける歩ける歩けるよ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 、歩こう、歩けるよ。ハートありがとう。ああ、歩けるよ歩けるよ歩ける歩ける歩けるよ、ゆっくりね、ゆっくり確実に歩こう、歩けるよ歩けるよ、歩こう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 歩ける歩ける。歩こう、前進もう、歩こう歩こう歩こう
頑張ろう。歩こう歩こう歩こう、ゆっくり歩こう。一歩ずつ前に進もう。ここどこだ、御巣鷹山なんとか、御巣鷹山なんとか左でいいの。御巣鷹山交番前、歩こう、頑張ろう。あーやばいやばい、信号やばい、頑張ろう。これ左行くよ。あ、花火ありがとうブルさん、3発ストック。3発ね、敵ありがとう。右に見えたよ、左に行ったよ、左で合ってるよね、合ってるよね、左で合ってるよね、信じるよ。交番線にしてるかんね。頑張るよ、ありがとう。え？交番まっすぐ？こっちじゃダメなの？こっちじゃ無理？戻んの？あそこまで。戻んの？こっちじゃ無理？いや、行けるけど分かりにくい。いや、こっちで行くも。無理。戻るとかない。もう気力が持たない、戻るとか。分かりにくくてもいいわ。交番線にしてまっすぐ歩いてる、細い路地。失敗したか。どうすりゃいいんだろう。どっか座りたい、どっか座りたい。うん、できるよ、ありがとう、レクチャーありがとう。そう、できる、俺は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 やる、俺は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 できる、俺はできる、俺はできる、大丈夫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 。突き当たりを右、突き当たり左、道なり行くと橋。ありがとう鈴子さん、本当ありがとう。突き当たりを右、その突き当たりを左ね。道なり行くと橋、200ぐらい行くとミャンマー大使館に突き当たる。そしたら右、オッケー、ありがとうみんな。とりあえずミャンマーまで。頑張る頑張る頑張る。痛くない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 。助かる助かる、本当助かる、ありがとうみんな、ありがとうね。
これかミャンマー大使館着いた。ミャンマー大使館到着しました。右に曲がります。最難関だからなここ。やべえな、10時で渋谷着いてる予定だったのに。やべえなこれ、絶対今日中に終わんねえじゃん。いやマジでやばいよこれ、今日中に終わんねえわ。終わらせたかったな、悔しいわ。突き当たりを左、いやここで諦めたらもう2回目やる気力がないっす。ここでサボるのが一番辛いと思う。左曲がります。まっすぐでいいのかな。ここでリタイアしたら一生達成できないから、負け癖つけたくないですね。勝ち癖つけないと。どこだろうここ、真っ暗だな。いやリタイアしたらもう二度とやんないっすよ。あ公園、ここでベンチ休憩取ります。ここで公園あった、はあ、よかった。ここでタバコ吸って休憩しましょう。こんなきついと思わなかったわ。スクワットが地味に効いてんだよな。スクワットが。
これ公園下っていいのかな、下り合ってんのかな。あ、痛い痛い痛い。寒い。あと8個の駅で合ってるよね。大崎、五反田、大崎、五反田、恵比寿、目黒、渋谷、原宿、新宿だ。あ、違うな、原宿、代々木、新宿合ってるよね。大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿で合ってるよね。果てしなく遠いな。最初のスピード感でやったら1時間2時間くらいで行けんのに。1駅50分だかんね。合ってるよね。今1駅50分ペースだぜ。いや、金持ってない。金持ってないっす。山手線外周をなめてジーパン革靴で歩いた男と説に残る。やりきったらね、舐め切ってるよね、完全に。しかもパソコン持ってんだもん、バカだよ。 T シャツに革ジャンにジーパンに革靴でパソコン持ってんので、2キロのリュック背負ってんの、バカでしょ。舐めすぎだよね、バカだよ、バカだ。バカは死ななきゃ治らないってこういうことだよな。バカは死なねえと治んねえわ。頑張ります、ありがとう。眠いんだよ、さっきからさっきから眠いんだよ。酸素いってないのかな。罰ゲームと革靴なんですか。あ、僕の人生罰ゲームなんで、はい、僕人生生まれた時から神様に与えられた罰ゲームだと思ってるんで。これブッダが言ってたんですよ、一切皆苦って、全部苦しみだからっつって。人生罰ゲームです。でもその里に、その先に悟りあると思ってるんで。今度からスタートする前に気づいたこと言った方がいいかな。そうっすね。言うこと聞くかどうかは別問題ね。ちょっとここで入念なストレッチしよう。ちょっとごめん、ここでちょっと長めの休憩取るわ。これね、多分ね、このペースで歩いても本当明け方6時とかになっちゃうから、ここでゆっくり休んでちょっと揉むわ。これね、ここで揉んでね、ある程度回復させて3時間ぐらいで突破した方がいいと思う。その方がいいよね、絶対。ここでちょっと長めの休憩取った方がいいよね。
あの今日中に終わらせようっていう発想が甘い。もうここまで来たら確実にクリアすることだけ考えるわ。絶対そっちの方がいいよね。ほぐした方が絶対いい。もうカチカチだし膝が爆弾抱えすぎだから2回ぐらいぐねってるし。スタンプ後日回収だね。ああ続けますよ。全然やるっつったらやらないと。リスナーさんはバカじゃないんですよ。リスナーさん目が肥えてるんですよ。バカじゃないんですよ。リスナーさん甘くないの僕知ってるんで。やるって言ったことやらなかったらずっと言われるんですよ。一生のはずなんですよ配信者は。その代わり言ったことやるって認めてくれたら応援してくれるんですよ。リスナーさんでバカじゃないんですよ。言ったことやらないやつは徹底的に叩かれるんですよ。言ったことやったら絶対応援してくれるんで。そうだね、ちょっと旅配信の時考えないとね。やめるの簡単だから。俺だってやめたいよ。俺が一番やめたいよ悪いけど何回もやめようやめようと思ってんの俺だからでもここでやめたら終わりだから配信やめた方がいいよ。他の配信者ができて自分ができなかったら格好悪すぎるでしょ。そういう恥ずかしいことできねえわ。先輩の背中見てきた身としては。他の生主やってるんだわ。でやってないやつって埋もれたやつなんだよね。中途半端にそういうの売名っつうの、うん、俺そういうの嫌なんだわ。配信に対してだけは裏切りたくないんだわ。もう他のことはどうでもいいけど配信だけは裏切りたくねえんだわ。これしかねえんだわ。他のことはどうでもいい。他のことはどうでもいい。他のことはね何諦めてもいいけどね配信にだけは嘘ついたらダメ。これしかないんだから30年間生きてきて人に評価される言葉。あーでもだいぶあー痛えな。全然痛えわ全然痛えわ全然痛えわ。舐めてたな。舐めてたけど大嫌いだった東京が少し好きになれそうな気がするよね。違って見えるかもな。あ、猫だ。猫ずっと見ててくれたの？そこにいたの？食べるか？お菓子あげるよ。猫になんかお菓子あげよう。おいで。お菓子あげるよ。しょっぱいのだ、あれ？しょっぱいのダメなんだよね、猫って。塩分取ってあげよう。リスナーさんからもらったプチ食べます。これ、猫にあげるね。おいで。舐めて塩分取るから。おいで。ずっとそこにいたの。
おいで、ほら。おいで。おいで。うん。うん、猫もう一匹いた。おいで、ほら。あげるよ。おい。うん、いい子だ、いい子だ。おいで。君もおいで。あげるから。食べな。おいで。2匹いた。うん。おいで。食べな、ほら。猫、しょっぱいのダメだよね、タツカ。うん、食べていいんだよ。おいで、ほら、はい、食べな。なにこれ、バナナだわ。バナナもある。うわ、超いいのあるんだ、ハトで食べ。あ、猫いっぱい来た。猫いっぱい来た。3匹来た。にゃんこがいっぱいいる。うん。にゃんこおいで。食べたいの。いっぱい集まってきたよ。にゃんこだらけになった。うん。食べな、ほら。おいで、ほら。はい。いいんだよ、食べな。にゃんこだらけになった。うん。頑張りまーす。うん。うん。はい、おいで。はい。食べない。食べなよ。いらない。嫌い。おいしいよ。せんべいダメかな。うん。うん、食べな。はい、おいで。はい。いらないの？猫が食べられそうなせんべいしかねえな。それしかないわ、ごめんね。で、仲間で食べて。ごめんね。にゃんこの餌持ってないわ、美味しそうなの。寒いな。カツオ節があればいいんだけどね。これは恥だな。ハルさんよりも時間かかるのは恥だな。笑われるわ。女に負けた。女に負けてるよワードって笑われるよ。ワードを女に負けてるよって。もう一服したら行くか。もう一服したら行こう。そうだね。もう一本吸います。
あとどれくらいで着く予定、わかんないもう。あとわかんない。ウェアラブルコンピューターで配信できるようになって。いやー、そしたら簡単だよね、Google グラスとかね。Google グラスってすごいよね。うん。新宿から中央線も歩くから、春さんよりは上。ゴールは秋葉原駅。え、どういうこと？新宿から中央線も歩く？ショートカットしたってこと？あ、そういうことか。上を行って、秋葉原、そういうことか。こう、真ん中走ったんだ、春さんは。そういうこと？俺はぐるーっと回ってんのか。春さんは、こう真ん中行って、環状線、中の中央線通ったのか。そういうことか。そういうこと？春さん。そう、絶対女のスピードで、これ無理だろうと思ったんだよね。15時間ぐらいで完走したらしいんだけど、今13時間経ってんだよ俺。そうだね、今日はちょっとごめん、申し訳ない。配達は飲んじゃうかもしんないけど、物理的に気合じゃどうしようもなんねえわ、マジで。早く帰りたいけど、もう足が言うこと聞かない。みんな悪いね、ほんと。時間、朝から見てくれてる人もいっぱいいるもんね。申し訳ない。無理しなくていいよ。動画残すから。配信、残すから。無理しないで。寝ていいんだよ。あ、はるさん、時計回りに出社。はるさん、タイムどれくらいで行きました？はるさん、タイムどれくらいで行きました？あ、見ててくれたんだね、ハルさん。ありがとうございます。何分ぐらいで行きました？何時間か。新宿ゴールにして、さらに中央線また行くというネタ。ハルさんは外周だ。14時間、すげえな。バッテリー充電に計3時間だから11時間で完走してるから、俺負けてるわ、この時点で。俺この時点で負けてる。休憩込みで17時間。あー、いや、頑張ればまだいけんのか。今、俺13時間経ってるけど、1時間休憩だから12時間なんですよ。12時間でしょ？ってことはあと2時間。無理だ、無理無理無理。負けだわ。女に負けた。2時間で無理。負け。うん、全部で17で3時間休憩入ってるから14時間でしょ。無理無理、あと2時間で完成しろは無理。多分もっと遅くなる。すげえな、気合が違うな。すごい。ああ、そうだよね、スタイル全然違うもんね。スタンプラリーの時間が入ってるやん、和道さん。いや、それでも勝てないっすね。っていうかね、一番でかいのこれっす。革靴です。これで足がぶっ壊れたっていう。ハル、うん、さんすごいな。これが一番の原因。もうなめてた。お散歩感覚で和道散歩ぐらいにしか考えてなかったんだよ。それが敗因だね。すごいね。っていうかね、あの女性の体力でそれはすごいよ。多分相当ね、ちゃんと鍛えてる人だと思う。いや、最近でしょ、確かハルさんやったの。1週間2週間くらい前だよ。ジーパンのすら大丈夫だね。でもね、結局ね、そういうことなんだよ。ほら、ハルさん潜って見てくれてたじゃん。で、ハルさんはやったっていう自覚があるわけじゃん。でしょ？ハルさんはやったわけじゃん。これで俺が諦めてここでリタイアしますって言ったら、もう一生ハルさんは、ハルさんも今までやった配信者もヘタレだって思うのよ。
言うか言わないかは別として、ここでヘタレっていう烙印は押されんのよ、心の中に。こういうことなんだよ。誰が見てるか分かんねえから。行くか。あ、だい、痛い。気合い入れときましょう。よいしょ。足の裏が痛いじゃないね、もう関節ですね。足首、もう豆は全部潰れてんの。血豆になって痛みとかもう感じないの。もう痛すぎて、他の部分が。股関節、膝、足首。もうバカになってる。ロングコートで歩いてたのすげえな。ファイト、戦う君の歌を。戦わない奴らが笑うだろう。ちょっと待ってよ何これ、超急な坂なんだけど、ありえなくない？下り坂ここでバカでしょ、もう。ど、多分ね、 Google マップ上ではショートカットなんだけど、これハードコースだよ多分これさ、距離的には絶対短いけど、緩急、そう、上がったり下がったりさっきから多すぎるんだよ。あ、でもだいぶ楽になった。痛みはね、なお感じるけど、足は動く。下りきつ、これ。ふわけんさんどうも。きつ下り。僕の背中は自分が思うより正直かい。誰かに聞かなきゃ不安になってしまうよ。朝9時からですね、僕は。旅立つ僕の大体誓ってあの夢は古ぼけた教室の隅に置きつ、あと8駅です。ザリーのままあの泥だらけの隅か、ああ追い越せないのは悪魔が何人かいますね。そう、こいつらはね、あの配信でね、心が汚れちゃった人たちだから。ええ子、めっちゃええ子、めちゃごっつええ子。もうすぐそこ。え、ちょっと待って、新幹線が走ってる。これどっちだろう。電車で、これさ、線路渡っていいのかな。あれ、これ道間違えてねえか。これまっすぐどうすればいいんだろう。あー、山手線走ってるからこっちだねえな。向こうだ。時間的に無理っすね、うん、ただもう気合です。こっからは、こっからはね、もう泥沼の戦いだから。もうチンチンしごいてるときにさ、気持ちよくなりすぎて行かないときあるでしょ。チンチンいっぱいしごいてて、あれって行き方忘れちゃったっていうときあるぞ。その感覚にすごく近い。うん。なんか、すごいいっぱいしごいても、なんか行かない現象と似てる、すごい。わかる？もう今こことかねえから。それよりもチンチンの話しようぜ。うん、ランナーズハイか。
限りのない情熱を。季節は過ぎ去ってく。いやもう関係ないからもう。すごいロケーションだな。頑張ります。くだらねえとつぶやいて、冷めた面して歩く。いつの日か輝くだろう、溢れる熱い涙。いつまでも続くのか。橋今渡ったんだと思う、多分。川通ったね。今通った川がそれだと思う。吐き捨てて寝転んだ俺もまた輝くだろう、今宵の月のように。いいあーあー。夕暮れすぎてその隣まっすぐで大崎駅。お、マジで。きらめく街の明かりは悲しい色に染まって揺れた。君がいつかくれた思い出のかけら集めて、真夏の夜空一人見上げた。新しい季節の始まりは夏の風、街に吹くのさ。山手線舐めてたっつうか、俺は人生を多分舐めてたね、人生舐めてたね。今日ずっと歩いてますね。サムネ可愛いね、ウルトラマン。よいしょ。左足はもう死んだな、これ一週間伝えないな。あとね、8駅ぐらいですね。もう橋が壊れてるんで、時間はどれくらいかかるかわかんないっす。胸に秘めてるマークは流星、自慢のジェットで敵を撃つ。光の国から僕らのために来た。いい歌だな。我らのウル大崎から川沿いで行ける。ナイス。ウル
ドラマ。いい歌だな。おいでファンタジー、好きさミステリー、君の若さを隠さないで、不思議したくて冒険したくて、なぜかみんなうずうずしてる。子供のふりして諦めちゃ、大人か。奇跡の謎など解けないよ。もっとワイルドに、もっとたくましく、31だもん俺。生きてごらん、ロマンティックあげるよ、ロマンティックあげるよ、本当の勇気見せてくれたら、ロマン、おばちゃんまいらっしゃい。ロマンティックあげるよ、ロマンティックあげるよ、ときめく胸にキラキラ光った夢をあげるよ。ずっといんのかよ。好きだね。めっちゃええ子。ちょっと待って、すげえ坂だな。大崎ですね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。